皆さんこんにちは。ギリシャの猫の時間ですが、プラカに行く前にアテネのアカデミアに寄って行きます。この辺りに猫餌を売っているお店があるからです。アテネのアカデミアというのは、まあ現代のアカデミアで、古代はプラトンという人が作った学校をアカデミアと言いました。プラトンの作ったアカデミアはアテネの郊外にあります。古代遺跡として残っています。アカデミアの、右端の哲学者の像はソクラテスです。そして左側の像はプラトンです。ソクラテスは紀元前469年生まれ、紀元前399年没です。70歳でした。ソクラテスの名前の意味ですけど、ソクラテスの僧の部分、ソース、現代ではソーマと言います。そしてクラトスというのは国家という意味があって、ソースクラトスくっつけましてソクラテスです。プラトンは紀元前427年生まれで、紀元前347年に没しています。80歳でした。プラトンという名前はあだ名です。プラトンは、格闘技の選手で優勝したこともあるそうです。そして肩幅が広く体格が良かったので、広いという意味でプラトンという名前が付けられています。本名はアリストクレスです。アリストクレス、アリストっていうのはギリシャ語で最高の、最善の、洗練されたという意味で、クレスはクレオスから来ていまして、栄光という意味です。最高の栄光、最善の栄光、洗練された栄光という意味です。ちなみにクレオパトラはクレオス、パトラ、クレオが栄光でして、パトラがお父さん、パテーラですけど、名前になるとクレオパトラ、お父さんの栄光という意味です。ちなみにです。でプラトンの弟子にアリストテレスという人がいます。アリストテレスの名前も、アリストは最高の、洗練された、テロスの部分はテロスから派生したもので、終わりとか結果とか目標という意味です。名前には意味があります。ちなみに私の夫もプラトンです。そして夫の友達もソクラテスです。猫を見に行く途中なんですけど、ソクラテスとプラトンの彫像を撮影しました。それではこの後は猫さんの動画になります。失礼しました。